トポロジカル材料科学に基づく革新的材料機能を有する材料デバイスの創出の研究総括の上田ですよろしくお願いします今日の内容はまず初めに背景と戦略目標それから領域の概要についてお話ししますその次に想定する研究分野それから先行方針 そしてえっと領域の運営方針に続きましてまとめにさせていただきます。背景ですがえっとソサエティ五点ゼロが目指す超,超スマート社会のいろいろなこうニーズがございます。同様にえっと一方ではその従来のシリコンチップ技術にはムーアの法則がすでにその終焉を迎えているように性能の向上にこう限界があります。こういういろんな諸問題を解決するときに。 トポロジカルの材料に着目した革新的デバイスを創出しそれを新たな価値の創造や新たな市場の創出につなげるということが本領域の狙いでありますで平成30年度にトポロジカル材料科学の構築による革新的材料デバイスの創出という戦略目標が設定され本領域はそれに基づいた領域となっております。 具体的な達成目標を申し上げますとトポロジカル材料科学の理論体系の構築トポロジカル材料の設計創成、計測評価技術の創出トポロジカル材料を応用した革新的デバイスの創出です領域の概要を申し上げますトポロジーというのは本来物事が連続的に変形すると でその中で普遍な性質に着目するというものがトポロジーです。そういう物質感であるトポロジーに着目しまして、新規な機能発現に関する現象を解明し、いろんな機能、新原理、あるいは構造に基づいた材料デバイスの創出を目指していますで。で、そのことにおきまして従来の技術では実現できないような革新的機能を有する材料デバイスの創出を目指しています。 またそのためには結晶成長技術や構造物性の解明と制御のための計測・解析・解析加工あるいはデバイスの設計等の基盤技術の創出も必要ですのでこれらに関する基礎学理の構築も目指しております想定する研究分野についてですトポロジーというのは本来理論的なバックアップが非常に必要ですので まず第一にトポロジカル材料の理論体系の構築ということを挙げさせていただきました具体的に言いますと新たなトポロジカル層がどれだけあるかその探索や理論を構築するあれあるいはマイルナ粒子に代表されるようなエキゾティックな準粒子あるいはそれをフォトニック材料やソフトマターへ展開することなどを念頭に置いておりますトポロジカル材料の設計創成 あるいは計測評価につ,いてのにつきましては原子レベルで分解能を有するような新規な分析技術評価技術などの計測技術あるいは結晶成長海面制御加工接合技術などの加工技術あるいはトポロジカル材料の探索・創生を目的とした機械学習などのマテリアルズインフォーマティックスの活用も推奨しております。 3番目にトポロジカル材料を応用した革新的デバイスのの創出ですすいいくつかの着目点がございます例えばトポロジカル絶縁体を用いた低超低消費電力デバイスあるいはトポロジカル超電動体のマイろナ粒子を用いた量子コンピューティングの開,開発と設計やあるいはトポロジカル量子材料に基づく新規量子電子デバイスの創生あるいはセンサー とうとい,ろいろんなあるいは光ですねあるいはソフトマターに対する応用などいろんなデバイス革新的デバイスの創出が考えられますしかしながらここで挙げたものは例にすぎません重要なことは皆様にの独創的あるいは革新的なアイデアをぜひ期待したいと思います想定する研究分野における重要なポイントを申し上げます。 まず1番目の理論的体系2番目の材料探索や加工計測技術を有機的につなぐとそしてそれを3番目の革新的デバイスの創出につなげてでそれによって従来技術では実現できないどのような機能を具体的に狙いそれを社会的に貢献するのかについての明確な記述をお願いしたいと思います。 それは従来の研究の単純の延長ではなくて分野横断的な革新的なアイデアを評価しますクレストというのはチームの研究ですので個々人が一人でできるようなテーマではなくてこのチームのシナジー効果によって初めてできるそういう分野横断的で革新的なアイデアを高く評価したいと思います選考における基本方針を申し上げます 本研究領域では確固たるサイエンスに基づいた原理追求や原理指導の確率を基軸として提案された新技術のシーズンによりどのような革新的デバイスの創出を目指すのかを意識し,、えー、していただきたいと思います。でなぜ例えばなななぜこののトップロジカル材料でならないのかというこだわりをエビデンスベークスベでで明確にしていいただくととうことですね例えばこれまでやってきたのでそれを単純に応用するというのではなくて この目的のためにはこのトポロジカル材料でなければならないとかっていう非常に強い問題意識をエビデンスに基づいて明記していただきたいと思いますまた同様にエビデンスに基づく新たな切り口やアイデアの提案を幅広く歓迎したいと思います何か斬新なアイデアがあったとしてもそのアイデアだけにとどまるのではなくてそのアイデアがなぜ有効なのかをエビデンスに基づいて議論していただきたいと思いますで 当然のことながら非常に野心的なプログラムですので開発の当初は必ずしも十分なデバイスがイメージされてなくても結構ですがしかしながら中間評価が行われる3年後程度には目指すべきデバイスがある程度設定されるようことが重要です。そのために必要最低限の条件はクリアできるようにこれもエビデンスに基づいた提案を期待したいと思います。 で成果のイメージです超スマート社会では高性能の計算能力や低消費能力のに対する強い要求があります新たな機能を実現するための革新的デバイスについても大きな期待,期待がありますで先ほど申し上げましたようにシリコンの CMOS 技術では実現できないような具体的にどのような機能を活用することでこのエネルギー問題や超,超スマート社会に貢献するのかこれを明確に記述していただきたいと思います 採択にあたってはそれらを達成するためのベンチマークの記載も重要視しております。で想定するデバイスについてその達成,も達成時期に既存のデバイスや他のデバイスに比べて優れていると予想される点を明確に記述していただけるようにお願いします。 そして提案する研究チームがすでに達成している学術成果などから目指すところが世界的な標準に照らして十分に優位に立って研究を推進できると思われる点などを客観的に記述していただきたいと思います。でこれままとめのようなものですけれども世の中の課題がございます。それをトポロジカル材料を用いて具体的にどのようにな機能により この目的に資するかを明確にでその際既存技術や他の方法とのベンチマークを明確にしていただきたいと思いますで研究実施の体制や規模についてです研究提案者自身の構想の実現に向けてそれを補完できる最適な研究チームを構成してください 参加メンバーの共同研究が生み出すクレストならではの独創的な研究提案シナジー効果を高く評価します。材料の探索にあたってはマテリアルズインフォマティクスの参画を歓迎しますしかしながらこれは必須ではありません。さらに単独グループによるチーム編成であっても構いませんそれは目的に沿う,うものであれば問題はありません。 で関連する分野を今後国際的かつ中長期的に先導できる研究人材の活躍の場とすることを望んでいます。二十一世紀の科学技術を切り開き平歩こうとする意欲ある提案を期待しております。で研究チームの取り組みをは、まあ、もちろん重充実も他のチームとの連携も十分に、えー、と配慮していただけると。 幸いです特に非常に高額な製造・加工技術などは装置などは全国の共同利用施設の利用や関連研究施設との共同研究をぜひご検討ください。また計上された予算項目およびその金額の合理性は採択における重要なポイントになりますので その予算の積み上げにおきましては、その合理的根拠を明記していただくようにお願いします。研究期間は五年半以内としまして、総額は一研究あたり三億五千万円を上限と設定させていただきます。領域の運営方針について申し上げます。平成二十六年度発足のクレストの二次元機能性原子分子 薄膜の創生と利用に関する基盤技術の創出二十八年度発足のクレスト、量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術基盤の創出および先駆けの量子の状態制御と機能化との連携を推進します効率的かつ効果的な領域運営を行い多くの興味深くかつ意義深い研究体制が本領域研究領域で取り組まれ というように努力したいと思いますで当然のことながら国際化も大変重要です海外との共同研究を推進すると同時に国際ワークショップの開催など国内外の関連のコミュニティとの連携をサポート推進させていただきたいと思いますでこれが領域アドバイザーです具体的な皆様のご提案をご評価していただくメンバーです で物理サイドそれから科学サイド光サイドのアカデミックな研究者と同時にですねそれらのデバイスを評価していただくような産業界の方々のアドバイザーも含まれていることがご覧になっていただけると思います。純粋にアカデミックなものだけではなくてそれがデバイスとしてどう活用されるのかというこの2つの側面です、ね、を評価させていただきたいと思います。 これが平成30年度に採択されたものでスピン軌道トルクの M ラムに関する提案あるいはワイル反響磁生体を使ったメモリーデバイスそしてホールセンサーあるいは六方小結晶群の新規解明の研究あるいはトポロジカルレーザーのご提案があります。さらに トポラジカル材料を研究するためには例えばアーペスのような装置も特別な例えば端を見ないといけないというような特別な要請がございます。そういうい提案も今年は採択されておりますでで今年はたまたまこの科学分野の採択がありませんでしたがぜひあのその分野の積極的なご提案も期待したいと思います。ソフトマターを含めてですね 最後にまとめます従来技術では実現できないどのような機能を狙い社会的課題に貢献するのかについての明確な記述をお願いしますで従来の研究の単純な延長ではない分野横断的で革新的なアイデアクレストならではのチームとしてのシナジー効果を高く評価したいと思いますで21世紀の科学技術を切り開こうとする意欲ある提案を期待したいと思います 以上ですどうもありがとうございます。